ひろみ、お答えなさい。この進藤哲也という男は何者ですか？進藤さんは私の上級生で生徒会長している方です。ひろみさん、思い余ってこの手紙を書きます。僕は君が好きです。君が時たま見せる憂いを帯びた笑みを見ると、僕はたまらなく君のことを知りたいと思ってしまうのです。ひろみさん、僕と交際してください。返事を待っています。けがらわしい。どうしてこんな手紙があなたのカバンの中に入っているのですか？私の知らないうちに入っていたんです。お黙りなさい。つけ踏みなどされるのはあなたの心に油断があるからです。男に隙を見せるからです。男女交際は決して許さないと言ったのを忘れたのですか？でもおばあちゃんの口答えは許しません。